今回は、松原淳子さんの、老後一人ぼっちという本を読みましたので紹介させていただきます。第一章、老後一人ぼっち時代の到来。誰でも老後一人ぼっちになる。老後一人ぼっち族とは何か。男性の三人に一人が生涯結婚しない時代に、三組に一組が離婚しているということは、結婚が老後の保険にならない時代に、 2035年には4割が老後一人ぼっちに。第2章、老後一人ぼっちの現実。結婚より年金を選んだ一人ぼっち。サラリーマンを辞めた途端一人に。慌ててハローワークに駆け込んだ。非正規で働,て働いてきてよかった。ある介護付き有料老人法に見た言葉のない老後。第3章。 誰もがなり得る老後一人ぼっち。子供は老後の保険にはならない。女房より先に死ぬから大丈夫は妄想。子供のいない夫婦の不安。有料老人ホームに入所すれば安心は過去の話。男一人ぼっちと女一人ぼっちの違い。第四章。一人に冷たい日本。一人になってぶち当たる保証人という壁。 身元保証人を立てないと家を貸してもらえない現実。身元保証人なしでは有料老人ホーム、介護施設にも入れない。保証人なしでは入院手術もしてもらえない日本。保証人いない。一人の人は死ねというのか。保証人がいないときどうするか。第五章。一人に群がる身元保証ビジネス。家族の代わり引き受けます。 耳元保証を法人が得る時代に、預かり金が消えた、公益財団法人、日本ライフ協会破綻、破綻した日本ライフ協会の今後はどうなるのか、公益財団法人でさえ信用できないとなると、第6章、悲惨な老後ひとりぼっちにならないために、今から抑えておくべき二十のこと。 まずはあなたの夫婦関係を見直そう。ありがとうを口,ぬく口癖にする。石鹸の代わりのするお父さんを目指す。笑顔こそ夫婦円満には欠かせない。相手へのサプライズは効果大。職場以外の友達を作る。趣味の友達を積極的に作る。社会活動に参加する。おばさんと仲良くなる。 地域デビューはやめた方がいい人もいる。今さら恋に関心を持たないこと。自炊が得意な人になる。家族の週末キャンプで腕を磨く。炊事、洗濯、掃除を特,特技にする。病気の不安を持たないこと。病気のことは神様にお任せする。先の心配をしないこと。一人暮らし、もし家で倒れたら。 癌よりな怖い長生き。年金で暮らそうと思わないこと。ちょいビジネスを始める。日常大工は身を助く。一人で死ぬ覚悟を持つ。寂しい見た目から明るい見た目に変える。はい、以上になりますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。